2017年10月15日に27歳の誕生日を迎えた女優の水原希子さんが同日念願のオフィシャルウェブショップをオープンさせたことを自身のインスタグラムで報告した。2017年10月15日に27歳の誕生日を迎えた女優の水原希子さんが同日念願のオフィシャルウェブショップをオープンさせたことを自身のインスタグラムで報告した。第一弾としてパーカーや T シャツなどを作ったようだが、そのデザインをめぐり困惑するファンが続出している。さすがの格好良さ。素晴らしいです。この日、水原さんは、皆様に告知があります。今日、私の誕生日の日に念願のオフィシャルウェブショップがオープンしました。これから OK というブランド名で服だけではなく、いろいろなジャンルのものを作っていく予定です。と英語と日本語で報告。その第一弾として水原さんがデザインを手掛けたオンリースイートシングスとモデルで妹の優香さん23が手掛けたシャケサラースという2シリーズを公開した。T シャツやパーカーが展開されているこれらのシリーズは顔写真や水着姿の水原さんの姿が2、3倍ほど目立つように入っているものとなっている。また、のりこや幸福などの文字やハート、花のイラストがたくさん描かれるなどなかなか奇抜なデザインだ。ウェブショップを覗いてみると6000円で T シャツやパーカーが販売されている。インスタグラムでは水原さん自身が T シャツやパーカーを着た写真やデザインをアップにしたわかりやすい写真をアップしているため、ファンからは第一弾のお洋服とっても可愛いです、さすがの格好良さ、素晴らしいです。デザイン素敵。昨日の夜もう注文しちゃいました。届くの楽しみです。欲しい。などの絶賛コメントや、早速注文したという声も。またタレントの渡辺直美さんも反応しており、 6L サイズはあるかな。とコメント。それに対し水原さんは作りますよピースサインと返信しており、渡辺さんが着た姿を見たいなどファンの間で話題となっている。恥ずかしくて着れないかも。一方で水原さん自身の顔写真が何個も入っているというなかなか奇抜なデザインのため、どこで金の夜波ダッシュ、キコリンが乗ってるみたいになって恥ずかしくて着れないかも。着る勇気がない。もうちょっとシンプルなデザインだとみなんな着やすいかな。何それ売ってるの笑い、など困惑するコメントも寄せられている。